シャア即立で、皆さんこんにちは、高橋です。はい、大の字になればあなたは最強。本日はですね、皆さんに反応しない姿勢っていうのをね、まあテーマでこういろいろ解説してきたんですけども、その中でも意識が消える打ち起こしというテーマでご紹介したいと思います。最近私はまあこういう弓と禅の文献をこう読むようになってからですね、もう1年前とかそのね、何ヶ月前とかからよりももっと詳しく、さらに体感してもっと楽に弓が開ける感覚っていうのをね、皆さんにねお届けできるようになってきたなというふうに本当常日頃思います。で、まあ、今回まああのセミナーの内容とかでね、こういう資料をご紹介したいと思うんですけど、こういう難しい文献を使ってね、大事なことはですね、常識にとらわれないでください。常識とかなんやかんやっても考えないでください。あの常識って本当にね、皆さんが思うほど、まあなんていうんですか、意識が、まあ、できない。てか、意識しても意識できないっていう問題があるんですよ。それよりは、もう常識ちょっと取っ払ってもらって、もう本当に人間の体って奥が深いので、特に頭で意識したことだけで的中できるとは思わないでください。もっと考えなきゃいけない。てか考えなきゃいけないっていうか、その無駄な考えを取ってより深い考えに行き着かなきゃいけないってことを弓道でやらなきゃいけなくて、まあそこを教えるのは私ね、こういうふうに得意なんですけども、そういうふうに常識を取っ払ってもらうことによって、より体が動くようになって的中を目指すと、そういうこと、それをすることによってあなた方がまあもっと実力が伸びて、もっと弓の引き方が良くなる。まあ、いわば本当に体の動きとか姿勢自体が変わるっていうようなね、そういう状態をね、意識していただきたいなと思うんですけど、その中で、意識しない打ち起こしです。これどういうことかって言ったらですね、まあ、湯構えします。打ち起こしします。いや、第三通り。これ全部意識してるんですよ。何か意識してるんですよ。何かしら意識してるんですよ。で、意識した状態というのは、いい状態ではないんですよ。それを梅地健蘭先生っていう弓と禅を解説した文章では、意識を滅するまで行けという文章が残ってるんですね。意識を滅するまで行けと、まあこれは社に向かって行けって話なんですけども、意識滅するってどういうことって話だと思うんですけど、これはね、私がね、実際筋肉とかいろいろ動かしてね、よく分かったことなんですけど、人ってね、ある一点の筋肉がもう硬くなったら何かしら意識するっていう動作にもう入っちゃうんですよ。それを取らないといけない。それが何かって言ったらですね、その一個の肩、これぜひ覚えてください。肩です。肩の筋肉に力が入るとですね、もうなんか意識してるんですよ。なんか意識するっていうのは、ぼーっとするもこれも意識です。で、あるいはなんか考えるね、湯構えを取りましょう、なんとかしましょう、こういうふうに言って一年意識しているわけなんですね。で、その意識を取っていかないといけないということなんですね。で、この意識ってなんでその肩が力が入るとまあこう出てしまうのかって言ったらですね、こう見てください。肩の筋肉やこの目の筋肉やこの、頬の筋肉やこのこめかみとかなんですけど、ここに力が入るとここ力入っちゃうんですよ。で、それがどういうなんかやばい問題が起こるのかっていうことをちょっとまあ詳しくお話しすると、人間の意識って目で見て何かを感じたり、鼻で香って何かを匂ったり、耳で何かを聞くことによって、見てないんだけど見ている感覚になるし、聞いてないんだけどなんか聞いてる感覚になるんですよね。ここグッと力が入ってるだけでね、なんか意識したり聞いたりなんか意識したりするんですけど、それが良くないんですよ。弓を引く動作においては。だから、その弓の引き方っていうのを改善しなきゃいけないためには、この顔の筋肉であったり、目の筋肉であったり、ここ力抜かなきゃいけないんです。で、これが、どれだけやばいのかっていうことをちょっとお話ししたいんですけども、それがちょっと絵で表すとこういう風になるんです。はい。まずね、人は何に対してもとりあえず技を意識します。技を意識するっていうのは、高く上げましょう。第三こうやって取りましょう。手の内はこういう風に切りましょうっていうのはもう一つ一つ技です。で、この技を意識です。わかります?なんかその、揃えようとか高くしようとかっていうことをやる前に、もう実はここ力入っちゃうんですよ。肩にね、力入っちゃうんですよ。で、肩に力を入れて高く上げたり、肩に力を入れて、まあ、なんか形整えたり、肩に力を入れてなんやかんやするわけじゃないですか。で、実はもうこの肩に力が入った時点でスムーズな動作とか理想の動きにはもうなってないんですよ。で、さらに言うと、それが、まあ、結構厄介なのが何かっていうと、この
肩に一回力が入ってから理想な動きをやろうとしているということ自体に気づかないっていう問題があるんですよ。気づかない。そう。気づかないから、まあこういう問題が起こるわけなんですね。で、だから、技を意識するの、意識っていうのは、まあ例えば、なんか、ちょこ下高く上げましょうと。第3やりましょうと。まあこれはね、一つね、動画でね、頭を入れて、こういうふうにやりましょうっていうのはあるんですけど、もっと前に意識しなきゃいけないことが何かっていうと、もうあなたの一歩手前のもう姿勢の状態を全部脱力しなきゃいけない。もうこれをやらないと、意識して高く上げる、意識して何回やる、意識してっていうこの世界観からもう抜け出せないので、理想の動きになかなかならないんですよ。で、まあそのどうするかって言ったらですね、ここで意識をなくす方法っていうのが2つあるんです。で、まあ純粋に、まあ例えば腕を上に上げましょうって言った時に、もう何にも動かないわけじゃないですか。だから腕の筋肉っていうのを、まあこうグッと力を入れてやるっていう世界観でもう体を動かしていかなきゃいけないんですけど、それをそうさせない方法っていうのがあります。一つ目が、できるだけ背骨を中に入れるということをやります。これ人間って背骨って中にもっと入るんですよ。これ入れてあげたらね、それだけで迷いとか不安感みたいなのがふって消えます。こう迷いとかね、こうなんかこう迷ってる時にうーんって入れてあげると、この入れるっていうこの動作でふって力抜くだけで、こう例えば上がりやすくなったりとか、少なくともなんかここの力が抜けてる感があると思うんですけど、この肩の力がずっと抜けた状態で上げるためにはどうしたらいいのかって言ったら、この首の付け根、あとこの首の付け根、この肩と首の境目の付け根で、首の付け根で、あるいは肩甲骨、ここをね全部中に入れてあげる。で、これぐーっと中に入れてあげたりとか、まああるいはですね、こういう風にしてですね、こう腕を組んでください。こういう風に腕組んでね、こうやってやって、ぐーっとこうやって入れてあげてっていうのをこうずっとやっていきます。で、この入れてあげた状態っていうのをまあ意識してください。こうやって、ね、入れますと。で、入れたらなんかこうやって上げた時にちょっと腕軽くなるじゃないですか。この腕が軽くなるっていうのが、まあある意味なんかすごく意識してる状態。いいですか。この僕が言ってるのは、意識と高く打ち起こししようという意識は別だってことです。高く打ち起こししようと思うと脇の下の筋肉は張るんですけど、そもそも意識するだけでなんか力入ってるんですよ。この意識するだけで働く筋肉と何か別のことを意識して働く筋肉ってのは二重に起こっちゃって、こっち取らなきゃいけないんですよ。こっちに力が入ってる状態で理想の動きっていうのは難しいんですよ。なんでかっていうと、ここに力が入ると肩にグワッて力が入って、もう腕の動きっていうのがもう最大限活用することができない姿勢、できない体、できないボディになっちゃうからなんですよ。そのできないボディの中で一生懸命なんか他の筋肉を動かそうっつったって、もうちょこっとしか動かないところで一生懸命意識したって、意識が足りないんですよ。それをまあ取ってあげる方法っていうのが、さっき言ったここの首の付け根とかぐーっと入れてあげると、ここの力がとか、あのこめかみであったりとか、目の周りの筋肉であったりとか全部抜けるんです。それによって、まあ、結果的にこうやって取ることができると。で、実はもう一個方法がありまして、これはここの動画では喋らないんですが、肩の関節を180度回るようにします。これはもう実際体感したらわかります。肩の筋肉をもうぐにゃぐにゃ動かせるようにするんですよ。そんなん私ちょっと年取ってて無理なんですけどって。いや、これできます。これ体操の仕方1個だけなんで、1個の体操のやり方やって、肩の筋肉を柔軟に動かすようにしたら、その、なんかわかんないけど、意識、変になんか意識している状態と、そうじゃなくてシンプルに体だけ動いている状態を切り分けられることができるんですよ。この体の使い方っていうのをですね、来週の末のセミナーで、私はこれご紹介したいと思いますので、よろしかったらですね、皆さん、こういうね、弓の引き方というよりは、もうね、人間の体をね、自由自在に動かせるような状態作って、そこから弓の引き方を応用していきましょうと。そういう状態に持ってきたい方っていうのは、セミナーに参加してください。で、弾を取るよりも、的中やるよりも、こういうことを理解して体を動かすことの方が、よっぽど重要なので、皆さん、そういうことを意識してみてください。ということで、以上になります。ありがとうございました。